ました解放軍様よ。ターミナルは折れても俺のまたぐらのターミナル一本折れねえのか。なこっちゃ地球は取れねえぞ。この国はキャバ嬢のまたからロボコのまたまで立派なターミナルが生えてんぞ。生えてるか。苦情により本日はターミナルの運転を見合わせていただきます。宇宙戦争でも一年戦争でも付き合うぞ銀の字。銀の字キャタピラに玉巻き込まれてこの字。地球の民を代表してそなたらに話がある。川屋を貸してもらえるか。川屋を貸してもらえ。ケツの穴を閉めろ。ここが地球とお前の正念場だ。地弱帝徳、解放軍旗揚げの名手の一人にして艦隊戦の名手、大物のお出ましだ。こっちも大物がお出ます。真の自由とは好きな時に川屋に行けること。好きな時に出せ。替えのパンパーズは用意してある。いい加減にしろ。これ以上私をここに留めれば発射してしまうぞ。私をここまで追い込んだのは誰でもない、そなたたちであろう。どれだけ尻を拭っても拭いきれぬおめえを後世まで残すことになるだろう。後世まで傷跡を残す兵器、つまり火薬。いや、うんこです。あれが侍たちのリーサルウェポン、腹切り。いや、腹下りです。腹に溜めた何かをエネルギーに変換し尻の門から解き放つ兵器だと思われる。いや、それもほぼほぼうんこです。具体的には分からぬ。だが食物繊維などを摂取しお通じを良くすることによって威力は軽減できると思われる。いや、それ具体的にうんこです。本物だ、本物の鼻切りだ。おお、今なら何か出そうな気がする。これが、これが、いや、うんこです。好きなだけしてこい。ようやくこの力を解放する時が来たようだ。ゴリー。ああ、久しぶりに頭が軽くなったぜ。おい、どうした。魚にあれでも噛まれたか。モザイクは外さんじゃねえ。これはまるで自分の重さを感じないぞ。自分と宇宙がまるで一体となったような。でもすごい、とんでもない速さ。あ、モザイク。近藤さん、何があったんですか。まさかモザイク中身入ってたんすか。自分であれ踏み潰しちゃったんですか。で、思い切ってカセを捨てたらこうなりました。カセっていうか、それお前本体。どういうことだ。山崎のケツからザキヤマが、いや、ザキヤマのケツから山崎が。大したもんだ。自らをも捨てる無知の境地、まさかお前もたどり着いていようとは。局長、まさか局長も。そんなことない。こんなにたくましくなって帰ってきたんだもの。でもこんなにすごいの、私身が持たないかも。俺も世界が滅ぶ前にお前の肛門が滅ぶとは思わなかったよ。ああ、銀さんの貞操が。それ銀さんじゃない、前さんの貞操。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング限界砲だ。下ネタじゃねえか。地球からこはえた金の自動弾。二人が二つの制御球につながり金玉となることで、こっちの棒から何かが発射できるんだ。下ネタじゃねえか。すでにこの本部に迫っていよう。合図一つで乗り込んでくる。我が種族のオスの象徴にして誇り、チダンネクスコ、略してチンコだが、たった一つだけ決定的に王としてハタ王子に劣っているものがある。そう、ソチンだ。古来より我々はこの額に生えたチンコのデカさをボスの価値とし、何より重きを置いてきた。
才能にあふれていようと、チンコの小さい奴に王になる資格はない。何はなくともチンコのでかい奴の方がすごい、チンコのでかい奴の方がモテる、チンコのでかい奴の方がタクシー拾いやすい、チンコのでかい奴の方が生物として優秀だ。チンコで国が治められるのか。チンコが小さくても能力なる者の方がより良い国を作れるはず。チンコはなんだっていうか、チンコってなんだ。チンコしかねえんだよ陛下には。チンコにかけるしかねえんだよ。逆に言うと、チンコさえでかければデクノボーもここまでやれるってことだからね。チンコがでかければあとは何とでもなるんだよ。クリュー公子と言われた傑物、弱い5歳にしてそのチンコは竜のヒゲのように長く、その才覚は竜の角のように天を掴むばかりだった。そのチンコのデカさが災いして俺たちを置いていってしまった。貴様たちがバルカ掃除を追放した時から、チンコがでかいだけのバカどもを駆逐し、ソチンの国を打ち立てるこの時を、名前も地位もチンコもして、俺は俺の国を求め戦い続けた。私はお前の隣で戦う。このソチンを晒して。今はチンコが大きい小さいで争っている場合ではない。ソチンもデカチンもチンコを一つにして戦う時、私が信じられるか。だんならば会いに来い。お前と変わらぬソチンを見せてやろう。エリザベス、え、なんじゃおりゃ。気絶したエリザベスさんからとんでもねえ猥褻物が。あの竜のヒゲのような巨大なチンコ、あれは紛れもない王国制三王子の長兄、伝説の王子クリュー公子ドラゴニア。なんという力、まさしく9つの頭を持つと言われたクリューの名にたがわぬ見業。ジア、あれクリューの技っていうか人様の技じゃないの。姿は変わられたが、そのチンコ、ジアは覚えておりましたぞ。ジア、チンコっていうかあれガチの方のやつじゃないの。ガチで股から生えてる方のやつじゃないの。カツラさん、俺は自分が何者かわからないまま生きてきました。ジア、チンコ喋ってっけど。ジア、兄者どっちこれ、本体どっちこれ。兄者ってこんなんだったの。だが頭を強打した時にかすかに見えた気がしました。俺が無事に見えんのか。有刺鉄線ぐるぐる巻きのバットで頭タコ殴りにされたみたいになってんだろうが。俺とグレンに謝れ、ウォーキングバイオレンス。てめえら、地球を取りに来たのかなんだか知らんが、そっちはそっちの弾は取られる覚悟はできてるんだろうな。コロナミン C5 本、5本受けたまわりました。さっきと全く同じじゃねえか。これを使って登ってこいと。心配するな、上から俺と女王、いや俺たちが引き上げる。今女王って言いました。とにかく俺と彼女を信じてくれ。もうこの醜い豚を信じてくれ。おい、炸裂音聞こえたぞ、大丈夫か。ブヒーブヒーブヒー、パーンって音とブヒーしか聞こえなくなったぞ。どうした。いや、確かに地球を滅ぶ前に一番すごい Z コースやりたいって言いましたけど。おい、 Z コースってなんだ。いや、弾2つあるんだから1個と1人持ち上げればいけるって無茶ですよ。おい、敵が来てんぞ、なんとか言えよ。ブヒーじゃなくて。大丈夫だ、何かがクッションに。あれ、なんだこの匂い、メスが混じって。そう、男とは皆股間にウイルス法を持った博士なのかもしれない。連れて行くならこのハードボイルド博士を連れて行け。そして医師後輩の研究をさせろ。お前だけ趣旨変わっとるやないかい。こんな真っ暗な世界で楽しめんのは寝るかあれくらいですぜ。大停電の起きた年が翌年出生率がやたら上がったって話。俺が探してんのはそれだよ。え、俺の相手。ちげえよ。弦外とやら、なぜここにいるかもう分かっていような。ああ、俺のしでかしたことのケツを吹けってこったろ。
飲みすぎて血が爆発しちまった。だがてめえらなら必ず気づいてくれると思ったぜ。頼む、こいつを俺のケツに。